まさか全て嘘だったなんて。皆様お疲れ様です。パーソナリティの葵です。近年渓谷のソウル市では下水道の老朽化などが原因とされる道路の陥没が頻発、毎年およそ 30% のペースで増加しているといいます。ソウル市で起きた道路陥没が原因の交通事故はここ10年で2000件以上。インフラの老朽化は渓谷にとって深刻な問題となっているようです。今回ご紹介するのは、大手ゼネコンに勤務する半日の渓谷人男性が渓谷と日本のインフラ技術の差に衝撃を受けたエピソード。それでは早速ご覧ください。半日の渓谷人が衝撃の事実を知ることに。僕の名前はチャンホ、大手ゼネコンに勤める20代の渓谷人だ。僕がこの業界で働きたいと思ったのは、人々の生活の基盤を豊かにする産業に関わりたかったから。うちの会社は大規模な国家プロジェクトも多数手掛けている。だから僕も頑張って経験を積んで、いつかはそういう大きな仕事に携わりたいと思っているんだ。ところでみんなは日本のことをどう思う？僕は昔から日本が大嫌い。親や先生の教えに従ってこれまでは徹底的に反日の姿勢を貫いてきたんだ。2019年にはノージャパン運動といわれる日本製品不買運動にも参加。衣料品やビールなど生活の中から日本製品をとことん排除した。ところがユン・ソンニョル大統領が就任すると、渓谷国内の風向きは一変。最近は親日ムードが広まっていて、特に若者の間ではイエス・ジャパン現象と呼ばれる日本ブームが起こっているんだ。そして僕が驚いたのは8月15日の幸福節のこと。幸福節っていうのは、渓谷が日本の統治から脱して独立したことを祝う日でね。渓谷では単に祝うだけではなく、渓谷独立の歴史を振り返るための大切な日として認知されているんだ。それなのに後日ニュースで報道されたのは、この日の日本行きの飛行機が満席だったってこと。さらに渓谷の世論調査会社が男女3000人を対象に行った調査では、 Z 世代のおよそ4人に1人が幸福節の意味や行事、日付を知っているかという質問にいいえと答えていたんだ。そりゃあもう僕は腹立たしくてたまらなかったよ。冗談じゃない、お前らは日本が僕たちにしたことを忘れたのかってね。そんなある日のこと、仕事を終えて帰宅し、夕飯を食べながらテレビを見ていたら、ニュース速報が流れたんだ。なんとソウル近郊の河川に架かる橋梁の歩道が突然崩れ落ちたとのこと。全長およそ100メートルの橋の歩道部分は50メートルほど崩落。一人が死亡し、一人が重傷を負う大事故だった。ここ数年、道路や橋、外壁とかが崩れたっていうニュースが多いな。例えば先日はマンションの新築工事現場で23から38階部分の外壁が崩落。およそ20台の車が下敷きになる事故が発生した。それから2017年には、プサン市内の道路が突然陥没。往復2車線の道路のうち、1車線がおよそ6メートルにわたって崩れた。さらに、それに伴って電信柱が2本倒れ、およそ1300世帯が停電。地下の水道管も破裂し、およそ3300世帯が断水してしまったんだよね。インフラの老朽化もこうした事故の原因の一つなのだろうか。それならば渓谷中のインフラの修理保全を急がなければならないな。ゼネコンに勤める僕はインフラ整備の業務にも携わっている。だからこそ
橋や道路の崩落事故が人ごとではないことはよく分かっていた。次の日、僕は職場の先輩とランチに出かけることに。食堂のテレビでは橋梁崩落事故の続報が放送されていて、多くの人がその内容に注目しながら食事をしていた。最近こういう事故が多いですよね。やっぱり老朽化が原因なのでしょうか。まあそうだろうな。我が社は整備事業に参加しないんですか？参加したいのは山々なんだが、渓谷の企業だけでは完全なものは作れないんだよ。え、どういうことですか？僕はびっくりして思わず大声を出してしまった。実は渓谷のインフラの多くは朝鮮統治時代に日本が作ったものなんだ。そうだったんですか？そんなに昔のものなら老朽化するのも当たり前ですし、早く修理しないと大変なことになってしまいますよ。それがなかなか難しくてね。うちもそうだが、渓谷の企業には技術が足りないんだ。どうしてですか？うちの会社は建設業の売上高ランキングで上位10社に入っている大手ゼネコン。それでも技術が足りないなんて、僕はどうしても信じられなかった。渓谷は独立後もインフラ技術の分野では1980年代まで日本に依存してきた。その後は国内企業にシフトしたけれど、最先端技術についてはまだまだ日本には追いつけていないのが現実なのさ。残念ながら渓谷企業が手がけたインフラは不具合だらけ。例えば渓谷のあるエネルギー製造工場を設計した日本のプラント会社の技術者たちは、数年後完成した工場のデータを見て頭を抱えたらしいんだが、それはなぜだかわかるかな？ちょっとわからないですね。日本製の機器が使われているのに予定通りの生産ができていなかったからさ。そんなの日本人技術者の設計に問題があっただけなのでは？いや、そうじゃなかったんだ。原因を調べてみると、ガス漏れや故障が頻発していたのは渓谷企業が配管などの工事をいい加減に行っていたから。インフラ技術が劣っていた上に製造機械の運用も乱暴でね。渓谷企業は日本にクレームをつけようと構えていたのだけれど、日本側に客観的な数字と原因を提示されて黙るしかなかったんだ。ですが日本企業が作ったところでどうせ予定通りの生産はできなかったと思うのですが。そんなことはないよ。僕の推測を先輩はきっぱりと否定した。日本では製造業の生産現場において改善と呼ばれる作業の見直し活動を行っていて、建設後に予定以上の成果を出すことが大半らしい。一方改善を怠る渓谷は細かい技術面でどうしても日本に劣ってしまうんだ。そうだ、ソウルを流れるハンガンは知っているよね。ハンガンには大きな橋がいくつかかかっているけれど、その一つがソンス大橋。今の橋は1997年にできた新しい橋で、1994年までは別の橋がかかっていたんだ。なぜ橋が架け替えられたのかというと、渓谷企業が作った橋はわずか15年で崩落し、死者32名を出す大惨事となったから。原因は多数の手抜き工事や施工不良、維持補修や検査に関する技術基準がなく、市の財源不足により定期検査ができていなかったことなどが判明したんだ。政府は結局イギリス企業に統括と技術指導を依頼、そうして今の橋が作られたというわけさ。手抜き工事や施工不良は確かにひどいですね。ですがその事故からはかなりの年月が経っていますし、渓谷企業の技術も向上したんじゃないですか？僕はそう質問したが、先輩は首を横に振った。それなら
またイギリスの企業と事業提携すればいいんですよ。まあイギリスも悪くはないんだが、やっぱりインフラ技術が一番高いのは日本だ。さっき話したハンガンには日本が作ったハンガン鉄橋があってね、この橋が作られたのは1900年、なんと120年以上が経った今でも現役で使われているんだよ。ハンガン鉄橋は朝鮮戦争の時に爆破されたこともある。それでも完全には壊れなかったのだから、すごいことだと思わないか。日本人が作った橋は120年経ってもびくともしないのに、渓谷人が作った橋は15年で落ちてしまうとは。渓谷のインフラに携わる身として僕は情けない気持ちでいっぱいになった。武漢はミサイル発射を繰り返し生活は困窮しているが、そんな中でもなんとか暮らしていられるのは日本が統治時代に作ったダムのおかげだと言われている。朝鮮統治時代の日本は今の中国東北部である満州国と朝鮮の国境を流れるヤールンジャンに水力発電用としてスプーンダムを作った。このダムのスケールは桁外れ。スプーンダムで作られた電力が今でも仏漢人の命綱になっていると言われているんだよ。そんな大昔に作られたものが現在も壊れずに現役で使えるなんて、日本の技術はその頃からかなり高かったということか。僕は日本のことが好きではない。それでも先輩の話を聞いて日本の高い技術力を認めざるを得ないと思ったよ。先輩、なぜ渓谷企業は日本企業と業務提携をしないのですか？僕は新たな疑問を先輩にぶつけてみた。渓谷企業も渓谷政府も日本に協力してほしいと思っているさ。だが日本企業が応じてくれないんだ。元徴用工問題のせいでね。元徴用工問題とは、統治時代に日本企業が渓谷人を強制的に働かせたとして雇用主の日本企業を訴えた事件。渓谷の最高裁判所である大法院は日本企業の賠償責任を認め、多額の賠償金の支払いを求める判決を下したのだった。でも悪いのは強制的に働かせていた日本企業だったら、賠償金の支払いは当然じゃないですか。統治時代多くの渓谷人が日本企業で働いていたことは事実だ。しかし全員が無理やり連れて行かれたのかというと、そういうわけでもなくてね。自主的に働いていた人や儲け話に釣られて出向いた人もいたそうだ。そして日本側からすると、この問題は1965年に解決済みっていうことになっているんだよ。え？どういうことですか？渓谷と日本は1961年から徴用被害者へ補償問題を協議した。その際日本側が被害者への個別支給を主張したのに対し、経済建設の資金を必要としていた渓谷側は政府への一括支給を主張。協議の結果、個別支給はせず、日本が渓谷に無償で3億ドル、有償で2億ドルの経済協力を約束し、両国の請求権をめぐる問題が完全かつ最終的に解決したということになったんだ。このようにして1965年に結ばれたのが日渓請求権協定。つまり日本としてはもう支払いは済ませたという考え方なのさ。ところが大法院は個人レベルでは決着していないという判決を下し、請求権協定は日本の不法な植民地支配を賠償する協定ではないという解釈を示した。要するに大法院は元徴用工は慰謝料を請求できると判断したというわけだ。その時訴えられたのは手広く事業を展開している日本の巨大企業。そして2018年、元徴用工らは現在の日本製鉄である
新日鉄住金と三菱重工業を相手取った計3件の訴訟を起こし、元徴用工らの勝訴が確定した。2社は結果として原告計14人に1人当たり8000万から1億5000万ウォンの賠償金を支払う義務を負うことに。国同士が話し合って解決済みになっていた事柄を覆すような裁判をする国とは取引をしたくない。そう思った日本企業はあの事件以降、渓谷から一斉に手を引いたのさ。それにインフラは長い時間をかけて投資を回収し、真面目に向き合わないと利益が出ないし、技術を向上させて関係者同士の信頼関係を築かなければ良いものは作れないだろう。これは目先の利益ばかりを求める渓谷企業には不向きな分野だという意見もあるんだ。僕はその意見に同意するが、ちゃんほはどう思う？先輩の話は衝撃的で、僕は何も言うことができなかった。その日の晩、僕は日本の統治時代のことを少し調べてみたけれど、道路や鉄道、水道、電気など、日本があらゆるインフラの整備をしたことは事実だったよ。それに、半岩鉄橋以外にも、現代まで残っているインフラはたくさんあって、日本の技術力の高さに改めて感心した。それからね、パラオには日本パラオ友好の橋という橋があるのだけれど、この橋について衝撃的な事実を知ってしまったんだ。この橋がある場所にもともと架けられていたのは KB ブリッジという渓谷政府の ODA によって作られた橋。ところがその橋はある日突然崩落してしまったそうだ。その後、日本はパラオに総額32億円以上の無償資金を供与し、日本パラオ友好の橋を建設。写真で見る限り、かなり頑丈そうな橋だった。僕はまだ日本のことを好きにはなれない。だけど、日本の技術が非常に高いことは認めるよ。僕は渓谷のゼネコンの一員として、日本に負けないように技術力を高めていきたい。そのために僕にできることを少しずつでもやっていきたいな。まとめ。日本が持つ高い土木建設技術の中でも、特に世界から高く評価されているのが橋梁建設の技術。鋼材や溶接の品質が高く、橋梁の耐久性が高いことや、緻密な作業計画や高度な施工技術によって決められた工期内での施工が可能なことが日本の強みだと言われています。また周辺の交通や住居への影響を最小限に抑えて安全に施工できることも日本が他国に勝っている点の一つ。日本が建設に関わった橋は世界各地にありますが、日本の優れた技術力のおかげで現地の人々の生活がより便利なものになっているのはとても嬉しいことですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。